王城に行けるようになりました。君はギルドで新たな仕事を受けた。王城へ出向いて依頼の指示を受ける必要がある。わーいわーい、王城。物々しい兵士たちに連れられて、君は堅牢な城内を通される。謁見の間にはビビアン王女と最小のグスタフ卿が待っていた。無表情で無口な王女の代わりに最小はよくしゃべる。最小は他言無用と念を押した上で威圧的な口調で説明を始めた。この語彙はちょっと控えめなお胸をしてらっしゃる。国王の王爵が盗まれた。守りに来られた。しかし城に忍び込んだ賊を見た者がいて、人相と手口から犯人に目星はついていた。トムティットだと？トムティットという盗賊だ。誰だ？君の仕事はその盗賊を探し出し王爵を取り戻すことだ。そしてこの件は王国の安泰のため秘密裏に遂行するよう厳命された。盗賊のロニがその男なら知っていると知っているのかロニ耳打ちした。盗賊の仲間内では有名な男で旧王都を根城にしているそうだ。君は一礼して謁見の間を後にする。君は城の宝物庫から盗まれた王爵を取り戻すため容疑者の盗賊を追って旧王都の廃墟へと向かう。まあその前にちょっとアイテム確認しておかないとね。今日はどんなご用？購入。どれにするの？ガードリキュール、パワーリキュール、ヒールポーション。まだ大丈夫かな。どれにするの？この盾いらねえや。ゼロとか初期武器だもんな。まあ戻すことねえだろうし売ろう。んでどれにするの？剣大丈夫かまだ。オッケー、ありがとう。いまいち何しに来たのかわからなかったけど。しかも早いから。よし。うわ、眩しい。次に行くのは、クリアしたラウンドも選べるんだね。で、今回行くのは廃墟。言ってたね。あ、バツオスター速くなる。ここはかつて北部の帝国の侵攻で廃墟となった旧王都だ。依頼書確認と諦める。これここじゃねえだろ。古代神殿の遺跡だもんな。今ではドラゴンやワイバーンが救う危険な場所を貸している。おっと来た。こっちは任せたぜ。これか、さっきの。あんま強くねえな。サンクウォームってこれか。こっちは強い。使いやすい。アイテム回収よろしく。なんか落ちてる。矢か。エルフのアイテムか。なんか光ってる。光ってるやつを触るとアイテムが出てくるのか。このカーソルを動かすのが右スティックっていうのがちょっとめんどくせえな。大丈夫。攻撃高っ。違うか、エルフが低いんだよな。まあそういう職業だもんな。ロニーよろしく。ゲット。ポイント立ち。あ、すげえいっぱい出てきた。大当たり。おお、めっちゃ出る。
るところは見逃さずに行きたいね。君は盗賊ロニから聞いた廃墟の隠れ家で盗賊トムティットを見つけた。さっきトムティットの上前跳ねた感じある。この男は狙った獲物は必ず手に入れるという。狙った獲物は必ず手に入れる。その筋では有名な凄腕の盗賊らしい。有名な大怪盗とはあなたか。そう尋ねたロニの言葉に彼は気をよくして、これまで集めた宝を広げ手に入れた時の苦労話を始めた。ちょろいな。君が盗まれた王爵の話を振ると得意げにあれは俺だと言って王城に忍び込んだ手口を自慢し始めた。彼が犯人に間違いない。続けて王爵の在りかを尋ねると盗賊は突然不審な顔をする。やべ、バレた。そして君の目的を察して一目散に逃げ出した。逃げた盗賊を追いかけろ。おい待てよ。捕まえて王爵を取り戻す。ほら、おすげえ。これ水中を泳ぐ敵を捕らえるのは無理だ。飛び跳ねたところを狙え。ん、え、来いよ。ここだ、ここだ。余裕。いたいた。待てよ。とは。敵襲よ。バーン。お。そんな。バットマーク。おい、罠かよ。ここいけるだろ。先こっち行こうぜ。おーし、アイテム、アイテム任せね。いっぱいある、いっぱいある。わかった。ライディン結構ある。もうないかな。ラスト、お前のためだ。敵襲よ。さっきのサソリの続きよ。嫌なこの野郎。毒った。毒、そういうのもあるのか。剣を使え。食べよう。美味しい。うまっ、うまっ。ヒットポイントの限界を超えて食べ物を食べることができるのだ。来た来た。おい、来た、おい、来た。ちょっと待て、アイテム回収するまで待ちなさい。よし。お、で、ナイフだ。三角だ。だが、よし。だが強っ。すぐチャッチーのに見た目。ありましたよ。気をつけて。まだ逃げるのかお前は。お、回収と同時にダガーが終わったか。ダッシュ。なんだ。ボス臭がする。ワイバーン。ダッシュ。このザコが。
いつハーフに比べてだいぶ弱い。ちょっと燃えた。あ、なんかやばそうな。あ、ガソだ。あ、どんどん来る。これはもう無視で持ってる。ガン狙いだ。よし。なんかいっぱいアイテムっぽいの落としてるのに取れないのか。君は腰を抜かした盗賊トムティットを取り押さえた。観念した盗賊は袋の中から王爵を取り出し君に渡した。とっとと私はいいんだよ。ビーフ2ついいものでねえかな。レベルアップ、ボーナススコア、死なずにボス撃破、死なずにラウンドクリアで残り LP とヒットポイント、撃破ボーナス、食べ物ボーナス、コインボーナス。城の宝物庫から盗まれた王爵を取り戻すことができた。で戦利品は4になってたな。鑑定守備力9上がる。でアミュレット、ランク B、 スタン耐性 25%、 ブロンズアーム、これいらねえな、装備できないから売る。でこうして全部取得して終了。君は取り戻した王爵を王城の最小へ届けなければならない。装備、装備、ショートソードをさっき手に入れたロングソードにどれぐらい変わるんだ。1から5が1から11、だいぶ違う。縦が7、9、違うね。でこれは初めて装備する場所だから当然ありだよね。でアミュレットは、あ、同時には無理か。だからこれをこれにするか。スタン耐性 25%、 耐久度が似たようなもんだな。守備力が1上がるかぐらいの違いしかない。変えるか。ペンダントはアミュレット扱いになるから、あ、ダメなのか。なるほどね、ちょっとは強くなったかな。何かお困りですか。で復活させる。あ、金かかんだねやっぱり。復活、新たな、もうここはいいか。死の淵を体験するのも悪くないわ。完全に死んでたけどね。埋葬する、祈る。君は女神像の前に、聖典には三女神がその身を呈して邪悪なドラゴンから世界を守ったとある。だいぶボロボロになってるけど、世界中の女神像はその時に身代わりとなって崩れ落ちたという。あ、だから崩れてるのか。3つの中心に立つ女神像が多くの人々が崇める慈悲の女神アルテナだ。これがアルテナ、ね、彼女は戦いと探求の女神でもあり、冒険者にも人気が高い。もし道半ばで倒れた時、アルテナにすがって財産を捧げるなら、君たちは瞬時に蘇生の奇跡を受けて冒険を続けることができるだろう。そいつはすごいな。何度も奇跡に頼るなら、信仰の深さを示すため、より多くの対価を捧げなければならない。ん？武器と盾、アクセサリー、命。ああ、金を。なるほどね。
ここは関係ないな。そう、仲間を呼ぶ。楽しみだわ。行くよ。こいつらはレベル上がったりしないんだな。まあそうかといえばそうなんだけど、データ保存オートセーブにはなってるのかな。にはなってる。帰ってくるときにオートセーブか。とりあえず報告に行こう。